今回の問題、 L3 スイッチは L2 スイッチの機能と何々の機能両方を使うことができる。ルーターオンアスティックによる VLAN 間ルーティングはスイッチとルーターの組み合わせで VLAN 間ルーティングを行いますが、レイヤー3スイッチによる VLAN 間ルーティングは何々で VLAN 間ルーティングを行う。ルーテッドポートは L3 スイッチの物理ポートを何々のインターフェースとして利用し、何々の設定ができる。さあ、ハテナに当てはまる言葉を考えてみてください。答えはこちらです。それでは今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回は L3 スイッチを取り上げて一緒に勉強していきます。これまで学習したスイッチは L2 の MAC アドレスをもとに情報を転送処理します。ただ L2 の MAC アドレス以外にも L3 の IP アドレスや L4 のポート番号の情報をもとに転送処理を行う機会もあります。複数の層の情報をもとにデータの転送をすることができるスイッチのことをマルチレイヤースイッチと言います。今回勉強する L3 スイッチは L2 スイッチの機能に加えて L3 の IP アドレスの情報をもとに転送処理を行うことができるので L3 スイッチと呼ばれます。イメージとしては L3 スイッチの中にはルーターとスイッチがあるようなイメージです。前回の動画でルーターオンアスティック構成での VLAN 間ルーティングを行いました。ルーターオンアスティックの構成の場合はスイッチとルーター個別に必要です。2台分運用する必要があり、少し大変になってしまう部分があります。この2台の役割を1台で実現してくれる機械があります。それが L3 スイッチです。まずは L3 スイッチのポートの役割について一緒に勉強していきます。 L2 スイッチの場合はアクセスポートとトランクポートに役割を分けてうまく通信を制御していました。 L3 スイッチにもいくつかのポートの役割があります。それがスイッチポート、SVI、そしてルーテッドポートです。スイッチポートはこれまで学習してきた内容と同じです。通常の L2 スイッチと同じようなポートの役割だと思ってください。PC やサーバーがつながってくることが多く、 MAC アドレスをもとに転送制御を行います。ルーテッドポートと SVI は今回新しく登場したポートの役割です。今回はルーテッドポートを学習します。 SVI は次回取り上げますので、今はルーテッドポートだけに注目しておいてください。ルーテッドポートは物理インターフェースをルーターのインターフェースのように利用します。ルーターのインターフェースになるのでIP アドレスの設定を行うこともできます。ただアクセスポートとして利用していたような VLAN の設定などはすることができなくなります。さらに L3 スイッチでルーテッドポートを利用した場合は、前回勉強したルーターオンアスティックで利用したサブインターフェースが作れないなどの制約があります。あとは物理インターフェースに対して設定を行うことから、数の制限など様々な制約があります。このような制約が多いことから、 L3 スイッチではルーテッドポートを使うよりも SVI を使うことの方が多いです。しかしルーテッドポートの方がイメージがしやすく、設定もシンプルなので利用されることもあります。まずはルーテッドポートの使い方から見ていきましょう。これからの動画で VLAN 間ルーティングという言葉が出てきますが、実際には VLAN を使わずにルーテッドポートでルーティングをさせるので、VLAN 間ルーティングではありませんでした。これからの動画で VLAN 間ルーティングという言葉が出てきますが、実際には VLAN 間ルーティングではありませんので、すいません、ここでお詫びさせていただきます。今回はルーテッドポートの使い方の例として、 L3 スイッチのルーテッドポートを利用した VLAN 間ルーティングを一緒にやってみたいと思います。先ほどの繰り返しになりますが、ルーターオンアスティックの構成と比べて L3 スイッチを使えばL3 スイッチ1台で VLAN 間ルーティングをすることができます。それでは実際にパケットトレーサーを使ってやってみましょう。それではパケットトレーサーを使って L3 スイッチのルーテッドポートを使って VLAN 間ルーティングをやってみます。まずは事前の確認をしてみたいと思います。ここには前回勉強したルーターオンアスティック構成での VLAN 間ルーティングの設定が入っています。 VLAN10 のアクセスポートにつながる PC0 から
ルーターを経由させて VLAN20 のアクセスポートにつながっている PC1 へ通信することができます。ではシンプル PDU を使って疎通確認をしてみましょう。 PC0 から PC1 です。すると ARP の関係で最初はフェイルドになってしまいますが、もう一度実行するとサクセスになるはずです。はい、サクセスフルになりました。ではルーターオンアスティックの構成から、今回は L3 スイッチを使って1台で VLAN 間ルーティングをしてみたいと思います。では作業を開始していきます。 L3 スイッチの3560を配置するところから始めましょう。スイッチーズの3560を選択して、このあたりに置いておいてください。そしてポートの収容を変更します。 PC0 の接続先を3560の FA0/1 に収容変更します。PC1 を3560の FA0/2 に収容変更を行います。この時点ではただのスイッチに接続されている状態と同じなので、 PC0 と PC1 は疎通できなくなっているはずです。念のため疎通の状態も確認しておきます。はい、フェイルドで失敗してしまいますね。ではここから L3 スイッチに設定を入れて VLAN 間ルーティングができるようにルーテッドポートの設定をしていきます。それでは L3 スイッチに設定を入れていきます。まずは L3 スイッチのルーティングを有効にするコマンドから行っていきます。 IP ルーティングと入れてあげると L3 スイッチの中でルーティングの機能が有効化されます。デフォルトではルーティングの機能が無効になっているので、 L3 スイッチでルーティングを行いたい場合は IP ルーティングのコマンドを忘れずに入れてあげましょう。 IP ルーティングのコマンドが入力できたら Enter で入力してください。では次に各インターフェースをルーテッドポートとして設定して IP アドレスを設定します。まずは該当のインターフェースを指定します。 PC0 がつながっているポートが FA0/1 なので FA0/1 を指定します。デフォルトの設定ではアクセスポートとして動いているので、これをルーテッドポートとして動かすために No Switch Port というコマンドを入れてあげます。No Switch Port と入れてあげると、このポートはルーテッドポートとして動き出します。ルーテッドポートになったら IP アドレスを設定することが可能です。 PC0 が属するネットワークのデフォルトゲートウェイとして動かしたいので 192.168.10.254 を設定してあげましょう。入力できたら Enter を押します。ルーターの場合はデフォルトでインターフェースがシャットダウンしていますが、 L3 スイッチの場合はデフォルトでシャットダウンはされていないようです。このままもう一つのインターフェースの設定もしておきます。 PC1 が接続しているポートは FA0/2 なので該当のインターフェースを指定します。 No Switch Port でルーテッドポートとして動かします。 IP アドレスを設定します。 IP アドレスが設定できたら Enter を押します。するとマルチレイヤースイッチの FA0/1 と FA0/2 がルーテッドポートとして動いていて、まるでルーターのような役割をして、192.168.10.0 のネットワークと 192.168.20.0 のネットワークをつないでくれます。では疎通確認を行ってみましょう。はい、サクセスフルになって疎通できるようになったことが確認できました。冒頭 VLAN 間ルーティングと説明してしまいましたが、このような構成になった場合は VLAN に属しているわけではないので、単純にルーティングされるような役割になりますね。192.168.10.0 のネットワークと192.168.20.0 のネットワークを L3 スイッチのルーティングの機能を使ってルーティングしてデータを中継することができています。ルーティングを有効にするためには IP ルーティングの設定が必ず必要なので、このコマンドは必ず覚えておくようにしましょう。試験でもよくこの IP ルーティングに関する問題が出たりするので、ここは要チェックです。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。では冒頭の問題の答え合わせをしておきましょう。 L3 スイッチは L2 スイッチの機能とルーティングの機能両方を使うことができます。ルーターオンアスティックによる VLAN 間ルーティングはスイッチとルーターの組み合わせで VLAN 間ルーティングを行うことができますが、レイヤー3スイッチによる VLAN 間ルーティングはレイヤー3スイッチ1台で VLAN 間ルーティングを行うことができます。レイヤー3スイッチを使った VLAN 間ルーティングは SVI を使うので、ここはまた次回詳しくお話しします。今回勉強したルーテッドポートは L3 スイッチの物理ポートをルーターのインターフェースとして利用する方法です。ルーテッドポートにすることで該当のポートに IP アドレスの設定ができるようになります。
はい、それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。